壊しちゃった。外でドラクエ10。開けていい？もう開いてる。もう開いてる。なんか手袋入っとんだ。だからカッターナイフでカットせんときにこれを出して切るって書いとんよ。ビルも剥がして必要な分だけ。やばいやばいやばい、ちょっとやばいかもこれ。あ、なんか中がお菓子みたいになっとる。10分以内にやるって書いてあったよ。やば、量的にどのくらいだと思う？ちょっと多めにしとこうか。いや結構これ何マジマジっていうぐらいかけよ。これプラスチックになるんだろ、うん、これを練らんといけんのよ、色ムラがなくなるまで。これはちょっとできんかもしれん。硬い、すごく。手でやったらダメなのかな。いや、一応ビニール手袋してくれって。これやばいかも。貼り付いてからちょっともうこれ引っ張ったら、うん、買った、とえれかとなってきた。じゃがんの力出せ出せ出せやもういいんちゃうこれ。どうやってやろう、うん、やって埋めていこう、うん、こんな感じ。おー、うん、すげえ。ここのな、ひびが激しいけど、ちょっとこのすぐ陥没するわ、こういう、うん、あ、え、とりあえずこう伸ばして、これで後でサンドペーパーかけて、うん、なんか鳴らして、もうそれで塗る方がよくね。少々残ってもいいだろ、凹凸は。もうこれでいいんじゃない。濡らしたどんな持ってかよな。じゃあ 何回もやるけど、なんか意味あるの、ここから。うん、何をする気？ツルツルに刺すんだら、ここをこの表面とかを。それでもサンドペーパーで削るんだって、どうせ。まあ、やりてぇんだけど、これ結構別にいらんと思う、この工程。これで余ったので、ちょっとぬいぐるみ作ろう。こんなんがいい。サバ、うん、サバ作ろう。うん、できた。あー、ばっくりだな。この辺貼っとけだな。磁石にくっつけとけばいいんだな。手で触るけ、もうぐちゃぐちゃになるよ、顔が。もういけいけいけ。もう全然違う顔になったよ。ちょっと待って、なあ、全然違う顔になったじゃん。よしよし、直す直す。どうやって直す？デーレ指紋ついたらしい顔に。結果こんなになった。もうもう取った。取ったよ。動かんかったろ。これで動く？これで動くやろ。うまっ。でも動くな。うん。これで動くやろ。こんなに見えとったっけ、こん中。いや、だからどうすんよ。こん中ね、シュッシュッシュッってしないけんのよ。ごめんなさいわ。誰か。な。悪かったの。どうすんよ。まあ、わからんけど、なんかこの辺削って塗っときゃいいんだろ。なんかもうこの模様も生かしてえけどな。なんかタイシーペーパーって意味あるの。あー、全然減らんぞ。あ、なんか滑らかなってきたね。これちょっと大変だな。段差があったらこっから剥がれてくるってことやな。要するに塗装がな、手に触ってツルッとしたらいいんだろう。うん、それは難しいな。これでも塗装も全部取らないとダメだろ、うん、結局、うん、平らにするの相当大変だわ。銀色のやつ壊れそうだな。あ、でも全然早い。これ修理出したら動かかるよね。分からんけど、修理出したらピカピカにしてくれるだろう。ピカピカって思わないよな。いや、分からんけど、ピカピカって思う。縦はちょっと塗りすぎたよね。うん、まあまあまあ
なんかあれちょっとずつ細かいやつでやれって書いてあったけど、今回今一番荒いのでやっただけだけど、ちょっとだけこそろっか、うん、鍵盤鍵盤日本地図みたいな。いくよ。すげえ匂いする。これ下地？うん、結構やったやつだけで、うん、いっか。うわ、すげえこれ。すげえな、このラップすげえ。うん、いや、なんかパレットごと荷物がアルミラップでラップでくるくるなっとるね。あるもんな、パレットごと。難しい。触んなくないかもしれない。ああ、ラップすげえなこれ。いっとくの。うん。うわ、すげえ。めっちゃ楽じゃが。サランラップすらよかったな。全部やっちゃう。よし、もう行こう。しんど。まあまあそう言わんと。人生しんどいもんだろ。そんなに牛乳ってどこでやるってどこでやらしくねえよ。これ？ん？やっぱり甘い。それが黒だな。いや、30秒、20秒以上振ってください。ありがとうだよ。送料が固まるから。わあ、楽しみ。うわ、すごい黒になってきた。凹凸すげえな。まあいいじゃん。スパイダーマンやって。やめて。いいかな。ちょっとこれで様子見ようや。大丈夫と思うけどな。全然隠しきれない。厚塗りしたらでも剥がれるよ。うん。あってきた。楽しいな、うん。こんな楽しいと思わなかったわ。ここは問題はここや。もうこれ真っ黒なとったらバーって取るけどもう。うわ、1枚しか入ってないの。怖っ。うわー、どう？ん？いいの、まあ、これちょっとあれ、はー、まあ、これはなんかすごいな。ちょっとちゃんとこう養生してこう、うん、シュッとしてな。まあ、だけミラーを外せる人は外してみたいなこと言ったんや。まあいいじゃん。ここ塗ってよかったのね。うん、うん、まあそうだね。塗ったことに気づかんけどな。これこっち見たら分かる。うん、ちょっと比べてみる。うん、うん、まあでもか、うん、こっち見、でも向こう見とるときにこっち見とるときに向こう見し、向こう見とるときにこっち見んから何とも思わんけど。比べもうやめてよ。比べるじゃん。ああ、こっちの緊張感あるから。こっちの方がなんかボロ感あるだろ、うん、やってよ、うん、なあ、もう、うん、こうやって生きてきたんですよ。